政の釣りバカ仕事人。11月の第2週11月12日の放送ですね。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この番組は FM88.7MHz、 インターネットでは JCBA サイマルラジオ、アプリではレディモからお届けしています。今日は11月の釣り、何のお話かな。まあ、あのね、11月もね、やっぱり釣る魚がいっぱいあるんですよ。はいはいはい、で特に、まあ、はい、今あのすごくその盛んに釣れてるのはハゼ。ハゼ、はい、ということは海、海と川、うん、汽水域、あ、はい、こう混じったとこですね。結構川の中でも釣れますし。あ、そうなんですね。あの潮が入ってなくてもちょっと釣れますね。おお、うん、なるほど。このねハゼ釣りは、はい、あので楽しいし食べても美味しい、うん、あ、そうなんだ、はい、あのこう細くて長い、ちょっと頭がちょっとでかい、あ、でかい、はい、うん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 、あ、そうなんですね。これも天ぷらにしたら最高ですよね。天ぷら、はい、もしかしたら食べたことないかも。え、あるかな。いや、今ね普通のあの高級の天ぷらさん行ってもハゼは出さないですよね。それはどうして。やっぱりね、た、あの取れないというか、あの市場に出ない。あ、そうなんですね。うん、前はね、あの、松島あたりで取れたハゼがあの市場に売ってましたけど、うん、今最近は市場にはハゼ出てないですよね。まあ、あの近くでね、千葉はたくさん千葉あの釣れるんで、はい、釣ってきて、開いて天ぷらにして食べますけどね。はい、そうなの、うん、そうだって、まあ、市場じゃないにしてもお魚屋さんでハゼとかって見たことないかもしれない。魚屋さんでは売ってないですね。売ってないよね、はい、そうですよね、はい、少し前に、大洗のところの市場、あ、大洗、はいはいはい、行ったんですけど、うん、ハゼはなかったような気がするな、うんうん、確かあの辺でも大洗でも釣れるんですよ、ハゼは。あ、そうなんですね、はい、あの茨城から茨城でも結構、うん、釣れますね。あそこね、日沼という大きいその湖、汽水域、はい、あの海水が入った湖があるんですけど、日沼という川、あ、うん、湖ですね、はい、ここでもハゼが結構釣れるんですよ。あ、そうなんですね、うん、昔よくね日沼にあの釣りに行きましたけどね。あ、そう、はい、当時は釣れてた、よく釣れてたって感じですか。うん、あのよく父親とクロダイを釣りに行きましたけどね。クロダイ、まあ普通考えるとクロダイっていうのもやっぱり海の魚じゃないですか。そうですね、でもやっぱり汽水域で釣れるんですね。へえ、それは知らなかった、うんうん、でハゼって餌とかは何を食べるんですか。はい、餌はね、基本的にはあの、うん、磯目を使うんですけど、はい、今ねいろんな餌で釣れるんですよ。あのホタテ、うん、あのベビーホタテとか、あの、はい、ふかしたやつ、あれ、あのよくスーパーで売ってる、うん、あれとかですね、桜エビ、うん、釜揚げの桜エビとかですね、釜揚げでいいんだ、釜揚げでいい。例えばあとアサリのむき身とか、はい、それから、まあ、僕よく使うのはビノスの貝を塩漬けにしたあの大きいのですね。そうです、そうです、うん、あれを切って、切って、そうです。うん、あとね、例えばマグロの切り身とか、何でも贅沢何でも釣るんですよ。へ、特にあのアミノ酸が強いものは、例えばあの貝類はアミノ酸ですよね、はい、アミノ酸が強いものはやっぱり食いがいいですね。おお、アミノ酸が好きなんだ。そうですね、まあ大体あのうーんと海の魚っていうのは、海でも川の魚でもやっぱりアミノ酸はすごく、うん、あの使いますよ。あ、いわゆる貝類ってことですね。そうです、貝類と例えば、うん、他のその何ですか、あの川の中流域にいる、うん、早い山辺を釣るときにもですね、アミノ酸を寄せ餌に入れて使うことありましたね、うん、まあ、アミノ酸は結構魚を寄せるのに効きます。あの、はい、そういうことなんですね、はい、うん、なるほど、はい、うん、
とか千葉県っていうことは、うん、いっぱい釣り場があるんですけどね、はい、まあ、代表するところで木更津、うん、木更津って有名ですよね、はい、内側ですね、そうですね、はい、なんていうんですか、高速道路がかかってるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい、あれなんで、なんていう、レインボーブリッジ、あ、レインボーブリッジ、はい、ね、横浜の方からこうずっと木更津の方までつながってる、はいはい、あそこにね、潮見運河ってあるんですよ、潮見運河、運河、はい、うん、ここでは結構釣れますね、うん、それとね、木更津の近辺では市原とかですね、この辺に川が、海から、流れ込んでる川がたくさんあるんですよ。あ、そうなんですか、市原、あ、うん、この間なんか市原の方を通った時に大きな川があったような気がする、うん、養老川とか小津川とか、うん、名前までたくさんありますね、川が、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあそこでも釣れる、たくさん釣れますね、うーん、まあ、やっぱり塩がちょっと入ってた方のが味はいいかもしれないですね。あ、そうなんですね、うん、うんうんうん、で例えば東京でいうとスカイツリーの近所 の, 横十間川とか縦十間川、はい、スカイツリーの近くでも釣れますけどね、うんうん、塩はそんなに入ってない、うん、まあ入ってないですね、うんうん、あんまりね、うんうんうん、ただ海とつながってますんで、はい、それとあと浦安も境川っていう川で釣れますね、うん、それから船橋も船橋漁港とあと船橋漁港からつながってる海老川って川があるんですよ、うん、ここもねやっぱりハゼが昨日もたまたま通ったんですけど何人かやってましたね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当に川のそばでピュピュって釣れる感じですか。いや、そうそう、簡単に釣れますよ。あと、はい、九十九里、それから、まあ、九十九里の方もたくさん川があるんでね、はい、釣れますね。だからなんていうんですかね、船橋は三番瀬があってその周り公園があるんですけどその周りでは釣れますし、それからあと、江戸川放水路、はい、この中でも釣れますね。そうしたらあれですね、うん、船橋内側じゃないですか、はいはい、で木更津があって、はい、市川があって、はい、ぐるーっと回って九十九里があって、はい、もう千葉県はどこの川っていうの、はい、でもハゼが釣れるみたいな。そうですね、はい、ハゼのメッカですか。まあメッカってことないですけどね、うん、まあ大体どこでも釣れるんじゃないですか。うんうんうん、いいですね、うん、釣りポイントがいっぱいあって。そうですね、まあね、すぐ行けるんでね、それで結構危なくないところがありますんでね、うん、ああなるほどね、はい、うん、気軽にできるみたいな感じですね。そうですね、あとね、花見川、はい、ここもね、私よく行くんですけど、国道14号沿いにあるんですよ。うん、どの辺ですか、国道14号。これ14号っていうとね、ケミ川駅ってあるんですけど、はい、JR の、はい、そこの立橋の近所ですね。うーん、はい、ここも海も近いんですよ、結構、うんうんうん、ここも結構釣れますね。やっぱりハゼがよく釣れる。そうです。じゃあもうこの11月はハゼの方が海ね、ちょっと気軽に行けない人にとってはハゼ釣りいいですね、うん、そうですね。それとね、うん、女性がとか子供がやっても餌、例えば磯目ちょっとあれは動いてるから嫌だとか、そういう人にはですね、ホタテとかですね、うん、昨日の夜食べ残したマグロとか、そう何でもねハゼは雑食性なんだ、何でも食べますね。はい、あ、ハゼ釣りいいですね、気軽に行けそう、うん、面白いですよ、うん、なかなか、うんうんうん、手にブルブルってきますしね。あ、そういうね、感触が、まあ、脈釣りでやる場合と浮き釣りでやる場合ありますけどね、はい、両方どっちも面白いですね。わ、はい、かりました。じゃあちょっとハゼのお話はこの辺にして、ちょっと一曲、はい、入れたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、では後半は、はい、ワカサギのお話をしてくださるそうですね。はい、ぼつぼつね、もうだいぶ寒くなってきたんでね、うん、
相模湖のワカサギ、はいはい、天狗岩ドームというところに、ボート屋さんがあるんですけど、ここからボートで引っ張っていただいて、まあ、15分か20分ぐらいのところにですね、はい、ボートに錨を前後打ちましてね、それでボートを止めまして、はい、それで釣りなんですね、はい、なんかいつかな、9月か10月あ10月はお休みだったから9月か、はい、なんかちょっとねお話ししていただきましたよ ね、はいはいはい、ドーム型みたいな。あ、それはね、はいはいはい、それはまた冬寒い時に、あ、それは冬か、もう寒くてダメな時は半袖でも、あ、そうそうそう、おっしゃってた、中にストーブがあって出前も取れるとか、出前も取れる、すごい、そうなんですよ、そこ、うんうん、そういう釣りはね、まだ寒くなってからですけど、もうちょっと後のことなんですね、はいはい、まだボートでね、うん、2人乗りもしくは3人乗って、うん、ボートで2、300は釣れるんじゃないですか。その2人乗りって自分で掃除をしていくの？うん、ボート屋さんがですね、はい、釣り場まで引っ張ってくれるんですよ。あ、牽引してくれるみたいな感じ。そうです、そうです、そうです。おお、面白い。ですからね、はい、結構女性も来てますね、うん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 、で女性の場合はね、電話すれば来てもらってトイレがあるんですよ、困っちゃう、船に、うん、その別の船にね、そこまで乗っけてもらって用を達することができるんです、ね、なるほど、はい、トイレ専用みたいな。そうです、そうです、あ、じゃあ安心ですね。 そうです、それとね、うん、まあ、ドームの場合は、はい、そのドームの中にトイレがあるんでね、仮設トイレがあるんで、うん、もういつでもその自由に行ったり来たりできるわけですよ。うん、うんうんうん、もうドームもめっちゃ行ってみたいです。いや、もうぜひね、ねえ、はい、すごい気軽に行けそうだし。でも今のお話の、うん、どこの川って湖、相模湖、はいはい、うん、今のお話の相模湖も、はい、割と近いじゃないですか。近いですよ、ね、すごく高速降りてね、うん、相模湖インターからそんなかかんないですよね。それも面白そうですね。これは朝何時ぐらいからとかあるんですか？だいたい6時ぐらいに船引っ張ってってくれるんじゃないですか。だからそんな早くないでしょ。早くない、はい、そうなんだ。 で、まあ半日ぐらいやる感じですか？そうですね、まあ2時、3時、うん、遅くても3時ぐらい、うん、まあそれは自分の都合で、はいはい、電話すれば迎えに来てもらえますので、例えばお昼までって言っとけばお昼に迎えに来てもらえるんでね、うんうん、当然あれですよね、船の上で釣りをしながら飲んだり食べたりできるんですよね。それもちろん、ただお弁当持ってからしちゃうんですよ。あ、そうですね、はい、うんうん、飲み物とお弁当は持ってってください、うん、あ、それもいいな、うんうん、景色もねすごくいいですよ今。あ、紅葉、紅葉で、あ、相模湖周りはもう全部森になってるんで、はいはい、綺麗ですよすごく。はい、寒さはどうなんだろう。まあね、やっぱり寒いことは寒いですよね、うんうん、もうだいぶうーんと違う、温度も下がったんで、ね、はい、やっぱり防寒はしていて。あ、そうですね、回路とか用意して、う、ね、うんうん、行かれるんですか仕事には？うん、まだちょっとね海が忙しくて海が忙しい、言ってみたいなっていうのはね実はね、はい、もうちょっと今鮎の話してませんけどね、鮎もね11月いっぱいは狩野川で釣れるんですよ、うん、あ、そうなんですか。だいたいね、はい、10月いっぱいって私勉強させられましたけど。いやいや、ね、させられましたじゃない。実はね私の友達がね、この間、はい、10月の末に狩野川に行ってきましてね、はいはい、釣ってきてるんですよ。じゃあきっと今年は釣れるみたいな感じなの？いや、ね、毎年だいたい狩野川は11月いっぱい釣れますね。あ、じゃあもう最後の狩野川みたいな感じですね。そうですね、特に10月いっぱいでは普通に釣れますよね。お、じゃあ11月行くんですね。11月、そうですね、もう、ちょっと行くか行かないかはまだ今考え中ですけどと、うんうん、いうのはね、私また来年用の竿を試作しましてね、お、出来上がってきたんですよ、鮎竿を、はい、
これをちょっと試してみたいなとは思ってる。そうですね、はい、あすごい、あの新作みたいな、来なんていうの、何年版、はい、2024年版みたいな感じで、はい、おおかっこいい。ちょっとね、うん、なんか工夫されたんですね、すごくその強いものをね、うん、例えば大きい網がかかっても、うん、引き抜けるような竿を試作して作って、一流チェーンのね、役員の方にテストしてもらって、はい、非常に評判良かったですね。もうじゃあもうテスト済みですね。テスト済みです。うん、はい、すごい、はい、じゃあそれをちょっともう一度試しに行きたいと。そうです、うん、はい、自らの手で、はい、まあそんなところで、まあね、はい、鮎もまだまだ釣れるんでね、はい、今月いっぱいは、やる人がいるんじゃないですか。そうですね、はい、はい、それと、はい、先週もお話しした、はい、天から教室、ね、うん、そうですね、はい、片山悦司さんのね、天から教室をやりたいと思ってます。10名程度募集したいんですけど、はい、これ多い場合にはちょっと先着順になりますけど、うん、場所は栃木県のね、黒川でやることを予定してます。はい、この黒川はですね、専用、天から専用釣り場があるのでね、非常に楽しいと思いますよ、うん、でこの片山さんというのはね、非常に天からのプロでね、1日に100匹ぐらい釣るときが、毎年何回かあるという。すごい、天からで100匹釣るって言ったら普通じゃないです。あ、そうなんですね、はい、おー、毛張りってやつですね。そうです、はい、餌釣りより釣るってことはもう普通素人だと、まあ1日やって1匹とか2匹ですけど、彼の場合はすごい、そんだけ釣るんですね。そんなに差がある。はい、じゃあちょっとここで素朴な質問、はい、その餌釣りと天からで釣るのに、天から難しいわけでしょ、はい、でもなんで難しい方をみんなやれるんですか。あのね、天からの場合は毛針を虫に例えて作るわけですね、うん、で虫が水面落ちた時に当然渓流魚ってのはその虫に飛びつくわけですよ、はい、ですから魚が毛針を打った時に毛針が水面についた瞬間に魚が飛び出してくるんですよ、はい、おお、はいはい、それがやっぱりたまらなく面白い。ああ、見えるんだ、パンって見えるんです。おお、そういうことか。そう、だからある程度目が良くないと難しいですね。ああ、それとポイントに、このポイントに入れれば必ず魚がいるっていう、うんうんうん、これもやっぱりプロにならないと分かんないんですよ。目利きみたいな。そうです、うん、あ、そうなんですね、うん、そういう難しいからこそ面白いっていうことですね。そういうことです。なるほど、はい、はい、まあね、先着順であれしますので、はい、ぜひね、応募していただきたいと思います、はい、はい、応募方法は釣りバカ仕事人のフェイスブックもしくはですね、このラジオ川越の方にメッセージをいただければですね、はいはい、返事したいと思います。わかりました、はい、その時にまた詳しいお話をということですね、はい、はい、時期が来年の春ぐらいの予定ということでしたよね。そうですね、はい、わかりました。じゃあちょっとここで2曲目いきたいと思います。はい、では、先週もご案内差し上げたんですけど、はい、アマダイの釣り大会のご案内ですね、はい、はい、こちらお願いします、はい、マルキューカップスポニチ平塚沖アマダイ釣り大会がですね、はい、11月19日に行われます、うん、来週だ、はいはい、これね、まだ参加できるかできないかちょっとあれなんですけど、いっぱいだったらダメかな。そうですね、はい、男女いろいろ商品があるみたいですので、うん、ですね、はい、ぜひ参加していただきたいと思います、はい、詳しくはですね、里見さんの方からお願いします。はい、もしまだ空きがあればご参加いただけるそうです、はい、お問い合わせ先はスポーツ日本新聞社、東京事業部、電話番号が 03-3820-0651、もう一つスポーツ日本新聞社の文化社会部、こちらでも大丈夫です。電話番号が 03-3820-0624、はい、でウェブからの、エントリーもできます。ウェブでは、
スポニチプラスアルファで検索していただくと、エントリーシートが出てくるそうですので、ぜひ11月19日のアマダイ釣り大会、はい、参加してみてください。はい、ありがとうございました。はい、それとですね、はい、毎回お願いしてます、うん、一期一会のステッカー、はい、それと私の釣り番組の小川一正の釣りバカ仕事人の、ステッカーですね、はい、これを毎週2名様に抽選で差し上げてますので、はい、どしどしですね、応募してください。はい、応募方法はコメントをいただくか、もしくはステッカーちょうだいっていうふうに、そうですね、はい、なんかコメントをいただけると大丈夫ですので、はい、抽選で2名の方に差し上げてます。はい、釣りバカ仕事人のねステッカーかわいいです。猫ちゃんがね釣りをしてて、はい、ね、なんか仕事人に似合わないピンクのハートが入ってますよ。そうですか。はい、どしどしコメントお願いいたします。はい、はい、で、あとあれです、仕事人は皆さんからの要望にお応えして全国どこでも釣りに行ってくれるそうです。ぜひ我が町、僕のところに釣り教えに来てくださいっていうコメントねいただければ、なるべく行ってくださるそうなので、コメントの方ぜひ、必ず行きます。お、必ずだって、はい、すごい、アメリカでも、そうですね、おー、すごい、どこでも行きますよ。わお、はい、いいですね、はい、じゃあ皆さん楽しみにぜひ応募してみてください。はい。はい、ということで今日も、お時間になりましたので、はい、また次週、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。